古都クラフクのバベル城にやってきました。気持ちいいぐらいの天気です。曇りとか雨でも結構街の雰囲気出ますけどね。いやまあスカッと晴れるに越したことはないですよ。気持ちいい。まあいくつか展示ですとか見れる場所があって、それぞれ個別にブッキングしないといけないんですよ。まとめて買うってことができなくてですね、そこちょっとめんどくさいんですけど、まあ、私が買った展示、その会場がですね、どこなのか全くわからないという、結構厳密に時間も決まっているので、遅れるわけにはいかないんですけどね、とりあえずインフォメーションに行って確認したいと思います。ヨーロッパは9月から学校が始まったりとかするので、まあそれまでがサマーシーズン、夏休みのシーズンなんですかね。まあ、かなりの観光客来てますね。今日が最後の、8月最後の週末ということもあって、大にぎわいですね。コロナで、長く休暇を取れなかったり海外旅行ができなかったヨーロピアンたちはですね、まあ、今このタイミングで、まさに解放されてますね。Thank you.
さあバベル城で、様々な見どころがあるんですけど、大きく分けると9つ、それぞれ、入場料を払って入らなければいけませんが、まあ、私はかなり限定的に、攻めようと思います。この後ろに見えるカテドラル、バベル城の中にあるカテドラルを見学するために、これ14ズルチですかね、はい、チケット買いました。まあ、一個一個ね、全部ね、あの小分けでオンラインでってちょっと面倒くさかったのと、実際にどういう展示があるのかっていうのが、写真とかでないのでちょっと判断しかねたんですよね。はい、本当興味があるやつだったらいいんですけど、あんまりあの下調べというかなかったんで。あとここポーランドは非常にこうキリスト教の信仰が熱心で、ローマ教皇をこのポーランド、クラフク出身、正確にはちょっとクラフクから離れているかもですけども、クラフク近郊から、ローマ法王が出たということで、非常に熱心、いやだから熱心というよりは熱心だからそういう人が出たということでしょうかね。カテドラル、団体さんがお年寄りの団体さんがめっちゃ入ってるので、ちょっとタイミング見ましょうかね。これは別に、カテドラルは時間の制限とか限定がないので、ちょっとね空いたタイミングで入っていきたいと思います。バベル城の大聖堂を見てまいりました。結構見応えありましたね。がっつり1時間ぐらいは回ってたと思います。タペストリーとか、あとはステンドグラスとか、そうですね、あとは王たち、歴代の王たちの墓が地下にあるんですけど、そこだけは写真 OK、っていうことですけどね。まあ、他は基本も動画、フラッシュなしの撮影も含めて基本ダメなので、よくありがちなステンドグラスのデザインというよりはあまり見ないようなデザインだったりとか、まあ、非常にこう撮りたかったですけど、まあ心に留めておきましょう。いやこれで14ズルチですか、1000円しないぐらいですかね、これはおすすめですね。塔の上にある鐘楼とかも見たりとか、タッチしたりとか、まあ、そういうこともできたり、まあ、単に教会を 見るというよりはもう本当に結構階段を登ったりですね、狭い鐘楼までいろいろ見れるし体験できるので、これはおすすめです。これだけ多くの観光客がいて、あのアジア人私一人、まあ、なので結構珍しがられますね結構視線を感じますけど、まあやはりあのスマートなヨーロッパ、あの声かけてきたりとか変に絡んでくる人はあの中東とかエジプトと違っていないですけどね、はい、かなり、満足感がある。結構、まあ、食事とかカフェとかできるレストランもあるので、もう1日かけて、ゆっくり回る、ゆっくり楽しむ、まあ、そんなバベル城じゃないかなと思います。それでは、